絶体絶命都市。これね、結構前からやってみたかったゲームなんですけど、最近ようやく手に入れたので、早速遊んでみようということですね。つまり初見プレイということになりますが、この難易度なんかもね、私ぐらいの熟練したゲーマーになってくると、もう初見であっても、いきなり、ノーマルですよ。勇気ある決断ですよ。これ何？あ、名前か。主人公の名前だね。OK。任せろ。こんなもんかな。OK。よろしく、イギキ乳酸菌。それでね、このゲームは、なんつうんだろうな。災害によって、崩壊していく街から2005こう脱出し年て、はい、6すいません。月、快晴。窓の外に首都塔が見える。とりあえず話を聞こう。僕は今日付でこの島に転属になった新聞記者だ。ほう。これから始まる新しい生活を思うと胸が高鳴る。胸が生き生きするね。だけど空港塔から乗り込んだ電車は僕を首都塔へ運んではくれなかった。なるほど。まあ、この首都塔っていうのが、このゲームの架空の都市みたいなとこで、まあ、そこが舞台になるらしいですけど。いや、このグラフィックもいいじゃん。青い海に青い空。パソコンに最初から入ってそうなフォント。いい景色ですよ。これ多分、あれだよね。まだ災害前だよね。車とか走ってるし。これがここでどう首都塔地震のニュースです。か。あれ、もう地震の後な現の？在までに分かっている行方不明者は次のニュグラースフですって。小野康江さん、小野康江さん。脇坂慎介さん、脇坂慎介。村田慎吾さん、村田。村田美智子美さん、智子。奥島陽介陽さちゃん、ん。柴田光弘だんだんさん、慣れ慣れしくなっていく。比嘉夏美さん、ていうか、これあれでしょ、多分最後に比俺の嘉名春前彦がさん、バッて出てきて、斉ええー、って藤なるやつ。明ほら、さん、古橋優子さん、俺の名前もうなんか阿提川供さみたん。いだな。生き生き乳酸菌の提供でお送りしていますみたいな。何このスパイ映画みたいな映像。あれか、災害の瞬間を映した防犯カメラの映像みたいなことかな。ニュースとかで使われるもんね。これがタイトル通り絶体絶命都市になっていくわけですね。まあ、私も数々の修羅場をくぐってここまで実況を続けてますから、まあ、そう簡単に絶体絶命なんて見とる。これは絶体絶命ですね。今のは、あ、これ俺か？生き生き乳酸菌。ついに登場か？だね。このグラフィックそうだね。新聞記者っていうよりコンビニの店員みたいな服着てるけど。縦縞が入ってたら、こう、ローソンっぽかったんだけど。ほら、コンビニ店員っぽい、やっぱり。あ、これ電車か。あ、そっか。電車が横になってんだね。さっきモノローグみたいなので。電車は僕を首都塔まで運んでくれなかったってあったから。電車に乗ってる途中で、災害に巻き込まれたと。他のお客さんいないの？俺しかいなかったとか、お客さん。絶対いるでしょ。なんで誰も起こしてくんないの？誰もいなくない？こっから俺どうすりゃいいの？一人ぼっちで。動かせるやつ。とりあえずちょっと操作の確認させてもらおうか。十字キーも左スティックも同じかな、これは。左スティックでキャラを動かす。で、お。L1 ボタンでなんか大きい声を出す。なんか遠くにいる人に気づいてほしいとか、時とかに使うのかな。L2 ボタンはなんもない。お。R1 ボタンでなんかしゃがむ。あ、これなんか危ないって時にこうやって伏せたりすんのかな。いいじゃん。連打すると高速スクワットもできるし。体を鍛えたい時にも使えますね。で、R2 ボタンは何もない。四角ボタンでなんかメニューを開くと。今なんか持ってんのかな？何も持っていません。はい。残念。丸ボタンは何もない。まあ、なんか調べる時に丸ボタンとか使うよね、きっと。×ボタンも何もない。スタートボタン。で、ポーズ。エグザイル。ゲームを終了する。エグザイルで。セレクトも何もない。オッケー。だいたい操作は分かったかな。あ、×ボタンで走る。お、危ない危ない危ない！揺れた！危ない！
こういう時にこのしゃがむボタン使うのかな。合ってる？合ってるかな？わかんないけど、とりあえず外に出てみよう。どこ行けばいいんだこれ。行き行き、誰もいない？本当だよ、なんで他のお客さんいないの？こっち、危ない！よし、ナイスしゃがみ、な、危ない！ナイスしゃがみだよ、これ。あ、なんかヘリコプターみたいなのない？あそこに。あれ乗れば助かるのかな？オッケー、ちょっと待って、あそこ行けばいいんだろう。これなんか登っていくんだな、多分。いや、俺はあれだぞ。ちょっと待てよ。スタート地点の裏側とか見逃さないぞ。結構こういうとこにアイテムあったりするんだよね。ないね。これはないわ。てかもうすげえな。これ橋真っ二つじゃん。うわ。めっちゃ遠い。これ下とか見れない。おお。見れる見れる。すげえ、なんか浮かんでる。さすがにあれか。なんもないか。オッケー。じゃああのヘリに乗ろう。ここ通ればいいんだろ、きっと。よし。どうやって行きゃいいんだ、あそこ。ここは、あれ？あ、ちょっと待って。先行ったりすんなよ。あ、絶対そういうやつじゃん。俺もなんか人を乗ろうとしても。あ、叫べる、叫べる。よし。叫べ、叫べ。気づいてもらえ。え、ヘリ結構多いじゃん。絶対俺乗せられるでしょ。気づいてよ。おい。おいおいおい、もう行く気満々じゃん、ほらもう。おい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 、そら声も本気になってくるよ。おいこっちだよ、なんで来てくんないの。え、なんか落としたフンみたいなの。何、俺の存在には気づいてたけど拾うのめんどくさいからこれあげるから生き延びてくださいねってこと。ヘリいっぱいだったのかな。いや、いっぱいだったって言っても、あんだけさ人駆け込んできて乗れるんだったらあと一人ぐらいいけるでしょう。え、ちょっと待って、あれだよね、あれ、あの車だよな、緑の。どうやって行くんだよあれ。え、下、え、何、もしかしてあれ渡れっていうの。そんなんさ、おおおおおお、伏せろ伏せろ伏せろ、大丈夫か。こんなん俺もう怪事で見たよ。なんで借金背負ってるわけでもないのにこんなとこ渡んなきゃいけないんだよ。これ大丈夫？ああ。そういうことね。オッケー。オッケー。覚えた。割と簡単に落ちる。牛沢覚えた。オッケー。慎重に行こう。適当に操作してると割と普通に落ちる。なるほどね。あ、しょしょしょ、大丈夫？これ茹でたら大丈夫？ダメでしょ？こんなとこで。大丈夫？なるほどな。え、ちょっと待って、あのヘリは気づいてて俺を置いてったのか、気づいてなくてたまたま落とし物しただけなのか、どういうこと、どこ行けんだ。あ、あれか、なんかあの非常口みたいな、非常口使って大丈夫かな、勝手に。大丈夫だよね、完全に非常時だよねこれ。非常口の正しい使い方。行くぜ、はしご登って。どこを向かえばいいの。だってもう助けてくれるヘリももうないしさ。とりあえずさっきのあの物資みたいなのを取ればいいのか。なんか落としてくれた、なんか袋っぽかったから多分そういうことだよね。これあげるよみたいな、もうヘリはいっぱいだから乗せらんないよみたいな。俺一人ぼっちです。おい、いるいるいる、伏せろ伏せろ。大丈夫か。え、大丈夫、伏せる必要なのかなこれ。俺正しい使い方してる、大丈夫。なるほどね。で、こっちの、足場、あ、あ、なんだ。足場が落ちたのか。俺がなんか急上昇したのかと思った。俺もう降りれないってこと？ちょっと待ってよ。俺のコントローラーの操作に忠実すぎるでしょ。普通なんかそこは見えない壁みたいなのが働くじゃん。自分の意思、わかったよ。わかった。上がりました。ここで一旦止まる。いてててて。あ、なんだ、ちょっとダメージ受けんじゃん。やっぱ伏せるしてよかったのか。正しかったのか、俺。なるほど。こういう時は伏せるを使う。はい。で、ここは後の戻り。ほら、急上昇してるように見えんじゃん。どれもいいんだけどさ。あ、なになに？あの矢印。なんか調べられそうなのがあるぞ。無駄なアクションすんな。
この水は飲めそうだ。お、あ、水飲むとかあんのか。汲むって何？飲む、とりあえず。左上のあのゲージがそうかな、多分青い方の。ほら来た。あれが喉乾きゲージみたいなことね。汲むってなんだ。汲む何かがあれば、あ、ペットボトルね。なるほど。水を汲んで好きな時に飲めるってことか。この蛇口がなくても。なるほどね。で、ちょっと待って、あの緑の車どこだ。あれ探してんだよな。人影かと思った。人じゃなくて看板だった。あ、あ、これじゃん、これじゃん、これ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 。ちょっと待って、これダメじゃん。落ちるでしょ、だってこれもう、俺の体重かかったらキーっていくやつじゃん。俺でもわかるよ、そんなの。急げ、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 急いで、急いで、急いで。大丈夫？オッケー。ちょちょちょ、ダメダメ、シーソーゲームになっちゃう。恋なんていわば、うわ、危ねえ。いわばエゴとエゴのシーソーゲームになっちゃうとこだった。で、あ、なんか勝手にメニュー開いた。あ、手紙が入ってたのね。やっぱり俺のことには気づいてたんじゃん。じゃあ助けてよ、一人ぐらいなんとかなんだろう。救助隊員の走り書きだ。かなり文字が乱れている。北の本島へ逃げてください。そこではまだ救助をしています。この足は大変危険です。急いで避難してください。はい。で、レストランの店長に許可をもらいました。お、いいじゃん。食い物あるかな。鍵は鉢植えにあるそうです。申し訳ありませんが頑張ってください。秋山、お前絶対名前覚えたぞ。もう忘れねえぞ、覚えとけよ。あ、なんかアイテムっぽいのない？おー、来た。水包帯、キーホルダーいるか。鍵を束ねるやつね。救援物資にそれいるか。あ、ペットボトルってそうか、そういうことか。これに水が入るわけね。あ、これもう水入ってんのかな。多分そうだな。真水って書いてあるもんな。うん、なるほど。喉が渇いてきたら、あのペットボトルの水を飲めと。OK。これからどうすりゃいいんだ。あ、レストランってあれかな、上のあれ。ぽいな。なんかあっちに階段ある。よし。なるほど。とりあえずその島に向かえばいいわけね。道路を頑張って走って。で、なんだい。ジャンプについて。ダッシュをしながら段差に差し掛かるとジャンプします。しかし高いとこから落ちるとダメージを受ける。ほうほうほう。ダッシュしなかったらどうなんの？あ！こうなるのね。わかった。で、ダッシュすると勝手にジャンプするってこと？これ右スティックで視点変えらんないのが不便だな。視点変えたいときこうやって三角ボタンを押すしかないんだね。ダッシュすると、あ、こうなるわけだ。オッケー。で、なんだ、鉢植えに鍵があるとか言ってたな。荒れちゃうの！へい！鉢植えが通れている。鍵は見当たらない。秋山！秋山！嘘ついたか、秋山。ちょっと。あ、水道あんじゃん、水道。思いのほか喉乾いてるかな。鉢植えあったー！これか。秋山が言ってたのこっちか。鉢植えの下に鍵がある。オッケー。で、あ、まだ拾ってない。これか。よーし。アイテム取って。なんか、喉乾きゲージ、思いのほか消費するね。消費するの早いね。飲めるときに飲んどかないと。水を飲みーの。オッケー、レストラン行くぜ。金目のもん、拾うぜ。ん？張り紙がある。ポスターの裏にマジックで書かれている。地震により休業いたします。お客様、従業員は全員無事です。そうですか。私は無事じゃないです。連絡先は本店までお願いします。はい。で、鍵を使う。あ、あれ？これもしかしてあれ？メニュー開いてわざわざ鍵選択しなきゃいけないタイプのやつ？違う違う違う。行った。ええー。金目のもん置いといてくれよ。頼むよ。え？おいおいおい。おい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 。そんなピンポイントな地面の落ち方ある？後戻りできないじゃん。もうあの頃の私たちに戻れないじゃん。ちょっと待ってくださいよ。絶句。なるほどね。なんか、レジが落ちている。お、金も、お、なんだ、入ってねえのかよ。使えねえぜ。他になんかないのかな、金目のもん。お得なポイントカードサービス。当店もしくは姉妹店、バビエッカにて、
10ポイントでワインを10本サービ、あ、1本サービス。うん。なんか意外と、なんかどうでも良さそうなとこ調べると、ほら、こういう風にメッセージ出んだね。調べる必要、うわー！何？何が割れた？なんか水槽みたいなの？え？何？びっくりさせやがって。ちょっと、ちょ、待ってくださいよ。びっくりした。初見殺しすぎんだよ。だよ。俺の日本語もおかしくなるよ。あ、これすげえ斜めになってんじゃん。一面。おーい。おーい。あ、ちょ、俺今なんで叫んだし、ちょっと待ってよ。だってさっきは捕まってくれたじゃん。なんで今捕まんなかったの？縁に。で、あ、この水槽が割れたのね。はい、もうビビらない。わかってます。で、ここの、地面が落ちるから、すごい慎重に慎重にし、慎重にし、よっしゃ。OK。慎重に行けば大丈夫。OK、OK。ちょい。ここは地面が斜めになってるから、気をつける。はい。で、おぉ、うわぁ。危ねぇ。どこ行きゃいいんだ、これ。おー、この辺りを 見回すやつにしながらもう滑るのかよ。そん時ぐらいちょっと踏みとどまってよ。なんかないのかな、他に。ちょ待ってくださいよ。なんか今ロッカーみたいなの倒れたぞ。これなんか入ってますよってこと？違うわ。あ、ここ通れるようになりましたよってことか。なんかちょっと矢印みたいなのあった気がする。これだ。何これ、何これ、たどり着けない、何これ。よいしょ。100円ライター。ほう。アイテムを取りますか。装備って何？装備する。装備しました。うわ、明るい。100円ライター、そんなに明るくねえだろ。すげえ照らすじゃん。100円の火力じゃないでしょ。あ、そっか、こっち暗そうだから、なるほどね。これ必要だったのかな。あ、水。水飲むよ、そりゃ。オッケー。これでしばらく大丈夫だな。あと他になんかないかな。ここで地震のニュースです。お、レディオ。昨日正午過ぎに首都島周辺で発生した地震は現在も断続的に余震を繰り返しています。ああ、余震か。首都島はそれでたまにガタってなるのね。交通を遮断された状態で現在も1000人余りの住民が取り残されている模様です。俺だけじゃないんだ、よかった。救助活動は主に浸水の激しい南西エリアから行われており、大きな混乱もなく順調に進んでいるようです。順調じゃねえよ、俺を早く助けろ。新たなニュースが入り次第お伝えします。はい、お願いします。続いては全国の天気予報です。ああ、昨日っつってたっけ。そんなに時間が経ってなかった。お前どんだけ気絶してたんだよ。他のお客さん助けてよ、本当に。そんなのもう起こしてよ。あ、なんかある。ボトル。あ、これ水汲めるやつじゃないの。体だって。オッケー、水入れようぜ。戻って、これで喉乾いても平気だね、かなり。違う、こっち。なるほど。お、ペットボトルでけえ。よっしゃ、なるほど。水も汲めるし、トイレにもなると。そういうことですね。いいものを拾ってしまった。さっきのラジオとか拾っていかないの？ラジオ絶対あった方がいいでしょ。レイディオどこ？どこ？レイディオは拾えないオブジェクトか。絶対持ってくでしょ、そんなの。なんで無視しちゃうの？このロッカーは開くようだ。お、開ける。ふざけんじゃねえ。ふざけんじゃねえ、マジで。これか。こっからしか出れないかな。うん。なんかないかな。ん？あ、さっきの蛇口か。はい。ん？業務用の大きな冷蔵庫だ。ドアの下からなんかの液体が染み出している。やだ、気持ち悪い。やだ。これこっから出んのかな？なんもなす。今で100円ライター投げなかった。あんなに照らしてくれる100円ライターを。とりあえず持ってこうよ、それは。お。
うわ、先長いな。この道路ずっと歩いて橋まで行くんでしょ。先長いぜこれ。どうすりゃいいんだ。なんかないかな、アイテムとか。危ねえ、普通に落ちるとこだった。なんもないか、とりあえず先に進もう。うう、伏せろ伏せろ伏せろ。うえー、その落ち方ないでしょ。ちょっと待って、レストラン今の落ちたの。ちょっと待ってよ、レストラン丸ごと落ちたの。あ、ちょっと伏せろ伏せろ伏せろ、乳酸菌。丸ごとはないでしょ。俺もうちょっとレストランにいたら落ちてたってこと。こっちだよねきっと。どうだ、伏せろ伏せろ伏せろ。穏やかじゃねえな。車とか、わーじゃねえよ、わーじゃねえよ。ちょっと待てよ、ひどいな今のは。さすがに初見殺しじゃないの。さすがスペランカーを作った会社だぜ、アイレム。くっそ、だって揺れたらしゃがむんだと思うじゃん。早く行かなきゃいけないのね。分かった、レストラン崩れました。こんな揺れ方したら普通伏せるでしょ。こっちまで行けばいいんだな。 OK、よし、大丈夫か。うわ怖い、ちょっと崩れる瞬間みたいな。なになに、ナオンの声がしたけど。女、ナオンの声がしましたよ。若いナオンの声がしましたよ。あ、こういう時にこれか。おい、あれ、おい、早くって言われてもどこだよ。どこ、なんかおる。あ、びっくりした。おい、あそこね。どうやって行けばいいんだ。ここっから飛び降りればいけんじゃない。行って、足行って、で、どうすりゃいいの。捕まれよ。レストランの時はガシって捕まったでしょ、あの縁にさ。